豆粒分土器は、長崎県佐世保市の千福寺洞窟から発見された、縄文時代早々期の縄文土器である。1973年、千福寺洞窟の第4次発掘調査の際、それまで世界最古の土器と考えられていた、隆起千分土器しか出土しない、千福寺洞窟の第9層よりも、さらに古い第10層から発見された。 潜伏寺洞窟の発掘調査を指導していた国学院大学講師の麻生優によって命名された。その後、1975年の第6次発掘調査では、第10層より下の第11層では、豆粒部分土器のほぼ完全な個体が出土し、粒気線分土器の一種ではないことが明らかになった。潜伏寺洞窟では、粒気線分土器や、 採石人が共犯して出土しており、旧石器である、採石人の共犯し、隆気線分土器より古いことから、世界最古級の土器と考えられた。第10層の真上の、第9層で見つかった焼け石の石材は、熱ルミネッサンス法による、年代測定で11、11840プラスマイナス740年前という測定結果が出ており、これより古いのは確実である。 放射性炭素年代測定法やフィッショントラック、ポーなどの分析法や、上下の土層の年代などを交えた分析では、流線分土器の年代は、約12000年前、豆粒分土器は、約13000年前とされている。なお、直近の調査により、約16000年前ということが判明した。ABCD 西健一郎、豆粒分土器。 クラクヨシミチ、鈴木きみお、大川清編、日本土器時点を山角出版1996年ピアニッシも10から11、麻生優、速報潜伏くホラーなの第4次調査、考古学ジャーナル第88号1973年、ニューサイエンス社ピアニッシも11から14、AB 麻生優、白石博之、速報潜伏くホラーなの第10次調査、 考古学ジャーナル第172号。1980年ニューサイエンスシャピアニッシモも8から 16ABC アソユー、白石博之、速報千覆クホラーなの第6次調査。考古学ジャーナル第116号1975年、ニューサイエンスシャピアニッシモも5から11、市川ヨネタ。 ジホラーナの年代研究と今後の課題、考古学ジャーナル第172号1980年、ニューサイエンスシャピアニッシも20から21。ありがとうございます。